ヒカワキヨシ、美し,しすぎる金煙に驚き先日は、スタイル抜群な全身ショットを披露し話題に。歌手の氷川きよしが4日までにインスタグラムを更新。ホテルニューオータニでの金煙を披露した。写真、氷川きよし、スタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。先日、プライベートで大阪に来たでー。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、ビスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川昨日はラスベガスでの姿も投稿。そして今回は、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました、と、自身の顔をアップで映したソロショットを公開した。さらにコメントでは、 ディナーショーですから皆様に最高に美味しいお食事を召し上がっていただき、ご満足いただいて歌のショーに誘う25年間ディナーショーはまず料理がメインよ。といつも私はそう思ってきました。一昨年、念願のニューオータに福岡のディナーショーで大変お世話になり、私が大ファンのシェフ西洋、料理料理長の湯浅哲也さんが手掛ける料理は最高です。お食事の素晴らしさ、 人柄の良さはつながってるんだなと、感動します、と思いを明かしている。氷川清キヨシ、ヒカ1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。 2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボールけ×氷川ワキ氏企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。 2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。氷川きよしシキーナの美しき最高輪圧倒的な存在感、2年ぶりにカレンダー復活。歌手、氷川きよしの活動再開を祝して、氷川きよしシキーナ。カレンダー2025が、12月7日に発売することが決定した。 2年ぶりにファン待望のカレンダーが復活する。カレンダー業界に衝撃を与える氷川きよしキーナの美しき最高臨。ファンの熱望にいられ、氷川の多様な魅力が炸裂する。歌手としてだけでなく、表現者として新会地を切り開く氷川きよしの魅力を余すところなく堪能できる。一冊となる。カレンダーは、氷川きよしの活動再開を祝うとともに、 豪華絢爛な衣装やポージングを通して、ヒカワキヨシキーナの世界を表現。見る者の,の心をわしづかみにする内容となっている。撮影現場では、その卓越した表現力と圧倒的な存在感が放たれ、これまで以上にファンの期待を超える作品が完成した。2025年版カレンダーは通常版に加えて、カレナビ楽天ン限定版。 の二つのバージョンで登場する。通常版の表紙はシックな黒を基調としたスタイリッシュな表紙、一方、カレナビ限定版は白をまとった洗練さが際立つ表紙に。この対照的な二つのデザインが美しいコントラストを演出している。氷川清の歌に宿るジャンルレスな個性、限界突破かけるサバイバーだけじゃないタイアップ曲の幅広さ。 氷川きよしが8月17日、東京ガーデンシアターで、キヨシ・ヒプラス・キーナ、25th anniversary コンサートツアー、キーズナンと題したライブを行い、歌手活動を再開。デビュー25周年イヤーを盛り上げるべく、各地でのスペシャルディナーショーや、全国4カ所の劇場で、氷川きよし25周年記念,記念劇場コンサートツアー、 絆の開催がすでにアナウンスされている。画像、氷川ワキヨプライベートスタイルでアメリカ各地を満喫、お肌つやつや、笑顔炸裂だな。中でも注目したいのは、騎士団万博2024の新、騎士団万博、サポーティットバイオールフリーへの出演だ。騎士団万博は、綾野浩二賞のアンテナの鋭せ多彩なジャンルの出演者が集まるが、 本館はロックフェスとしてのスタイルを貫いているからこそ、氷川きよしのロックが見られるステージになるのではなかろうか。とりわけ、ロックチューン、限界突破かけるサバイバー2017年、フジテレビ系アニメ、ドラゴンボール超、オープニングテーマは氷川の活動のターニングポイントだと言えるだろう。同曲のリリースは、 それまでの氷川きよしのイメージをガラリと変えるほどの強烈なインパクトを世間に与えた。人気アニメのタイアップ曲ということもありリスナーの層も拡大した。そこで本校では氷川きよしのタイアップ曲をピックアップしながら、そのジャンルの受け皿の広さ、さらにボーカリスト、氷川きよしの魅力に迫っていきたい。限界突破かけるサバイバー。まずは、 戦術の限界突破かけるサバイバーに詳しく触れる。ギターフレーズで聴かせるイントロから始まり、ハードロックの趣を感じさせるスピードチューン。氷川はこの曲をいい意味で肩の力を抜いて歌っているように感じる。氷川の歌のスキル、レンジの広さを思えば軽々歌うことができるのは当然なのだが、ボーカルアプローチは全体を通してかなりストレート。 フレーズごとのトーンも音符にクレッシェンドをかけることなく最初からスパーンと全開にし、ビブラトもほとんどかけていない。感想ではギターに高音するかのような高音で音階を変えるロングトーンを見せるが、最後をあまり伸ばさずスッと弾くなど、この曲をしっかり解釈して的確なアプローチをしていることがわかる。一定して安定した声量と音程をキープしながら、 発音で強弱をつけているのも聞きどころだ。可能性の英語にも通ずる発音、即音のシーンや、の発音のバリエーションなど、ボーカリゼーションの上座が随所に見られる。演歌や歌謡曲とは異なるリズム感が必要になる曲だが、氷川はジャストリズムで歌い、曲の勢いを増加させているあたりもお見事だ。ビリーブ、諦めないで、未来。次に取り上げるのは、 映画、ウルトラマンメビウスウルトラ兄弟2006年で、氷川が清名義で歌唱した主題歌、挿入歌だ。挿入歌のビリーブ諦めないでは、流麗なストリングスとエアグリーンなメロディーが印象的なミディアムチューン。ここで注目したいのは、氷川の発音の上手さである。特別に声を張って歌っているわけではないのに。 しっかりと単語レベルで歌詞がクリアにわかるのは、氷川の魅力の一つである発音の良さがあってこそだ。言葉をはっきり伝えようと滑舌を意識した場合、死因の発音に重きを置いた歌唱になりがちだが、氷川の発音には死因を強く発している印象がない。相当なスキルがあるからこそ成り立つアプローチを軽々とやってのけている。キュさも内包したグッドメロディーを活かしながら、 言葉と言葉の間をあまり開けない歌い方を駆使して、ミディアムバラードの優雅な流れにとてもうまく寄り添っている。もう一曲の主題歌、未来は、音数の少ないイントロからすぐ氷川の歌に入る。歌い出しも最小限のバックトラックで、弾き語りに近いようなスタイルだ。しかも、歌うには難しいとされる、イダンと、運が入っている歌詞、 銀河の果てから歌い出す。この銀河を氷川は、ぎイン・と発音し、加えて、んの前の母音である、いにしゃくるような節をつけ、力強さを加えている。母音のロングトーンでも、途中で喉を開いて小羽を変え、すぐ元に戻すなどのスキルを見せている。存分な声量を生かしたトーンにより、 ヒーロー作品主題歌の王道とも言えそうな軽快なメロディーを持つ未来の力強さを後押ししている。未縁けれどもおるんだよ。続いてテレビアニメゲゲゲの鬼太郎う2018年から2020年フジテレビ系にて第27第37話のエンディングテーマとなった未縁けれどもおるんだよについて触れていきたい。軽快なアップチューンだが 途中で BPM が変わるカオスな一曲でもある。演歌や昭和歌謡を彷彿とさせるメロディラインのバックに流れるのは、おしゃれなジャズピアノ、かと思えばシャミセン、かと思えばゴージャスなホーンセクションだったりと、まさに音楽の百鬼夜行状態。バックサウンドの音数の差し引きも大胆で、目まぐるしくいろいろな要素が展開するスリリングな曲だ。この中で、氷川は、 見えんけれどもおるんだよという同じメロディーの繰り返しを通して鮮やかにオクターブを変えて歌うスキルを見せ低音部分で楽曲にダークな面向きを添えている次にピックアップするのは映画老後の資金がありません2021年の主題歌ハッピーラテンのフレーバーを取り入れたゴージャスなホーンアレンジが印象的な爽快でブライトなアップチューンだ この曲で氷川は、ヘイメロの母音で少しだけビブラートをかけるように声を揺らすアプローチを見せる。対照的に、サビはかなりストレートなアプローチで、高音を非常にクリアに響かせている。アドリブっぽい、イエーイの掛け声ではソウルシンガーのようなノリも出しており、ジャンルを飛び越えたシームレスな歌い手であることがわかる。雷名。